白組の本取りはもちろんコロッケ。今回は名番組演歌の花道を丸ごと再現、次から次へと出てくる大御所を全部一人でやっちゃいます。飛び出す絵本風のセットにも注目です。心に降る雨、涙雨、憎い、恋しい、山の思いの未練な雨、今夜も一人で雨宿り。心も忘れて、あの人が目に思って、膝の重さを覚えてる。長い月日の膝ばかり、今日なんか師匠が来るんでみたいなノリなんか言ってて、コロッケさんの持ちネタ岩崎宏美さんの曲を早送りでモノマネ。勝手に師匠と崇めるコロッケさんの前で渡辺直美も挑戦。勝手になんか今日なんか師匠が来るんでみたいなノリなんか言ってて、コロッケさんの持ちネタ岩崎宏美さんの曲を早送りでモノマネ。勝手に師匠と崇めるコロッケさんの前で渡辺直美も挑戦。座ってたりとか、小学生でゲストで、それでも石垣島から飛行機飛んで、うん、あの長崎歌謡祭っていうなんか全国いろんなとこ、いろんなとこから代表者が集まる大会だったりとかするんですけど、そこで、石狩バンカっていう北原美玲さんの、はい、また難しいとこ行きますね。それでスカウトされたんですよ。それ歌ってる時どういう気持ちだったんですか？もう全然意味も分からず歌ってたので、でもなんか父がなんか大きな紙に歌詞を書いて、なんか感情移入、ここはこうしこうやって歌えとか、言葉をはっきりとか強くとか弱くとか、そういうのをこうなんか希望みたいに書いてあるんですよ。で、お父さんってなんか歌やってらっしゃる方、なんか多分自分が歌手になりたかったんですよね。あ、なるほど。自分の夢を子供に託すみたいな感じで、だから歌はものすごく厳しく、もうずっと練習、もう毎日2時間え、毎日ですね、ちっちゃい時から。はい、それで優勝してスカウトされて。そうですね。でもなんかやっぱり最初の頃演歌歌手としてデビューさせてもらったんですけど、なかなかなんかトントントンで行くのかなって勝手に思ってたんですよ。なんか東京に出ればなんかこうバカバカって行っちゃうのかなって思ってたんですけど、全然そういうこともなくて、で、まあ一回沖縄の方に帰るんですけど、さすがに島には帰れなかったですね。やっぱり誰々が帰ってきてるよっていうのがまた情報がわーって知れ渡るじゃないですか。あ、じゃあ石垣までは帰らないで、帰らないで沖縄本島に、本島の方で2年ぐらいいました。え、そんなに？2年いたんですよ。姉がやってるスナックでアルバイトをしながら、大好きな歌も歌えるし、お酒も飲めるし、ね、全然働いてる感じで遊びに行ってる感じでしょ。そうなんですよ、遊んでる感じで。でもなんか結局もう歌はやめた方がいいのかなって思って帰ったんですけど、結局ダメだって思いながらも歌ってて、そのやっぱり歌に励まされて、あ、やっぱり自分に歌しかないんだなって思って、でまた東京に。そうなんです。で、本当にちっちゃなお店だったんですけど、いろんな方が私の歌を聴きに来てくれるお客さんが増えまして、もう一度東京の方からもう一度やってみないかって言われて、あら、はい、行きたいですって言って、で出てきたのが夏川りみの
デビューになって、それが99年だったんです。そこからはもうね、なんかそうですね、最初の思ってた感じで あれ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 みたいな感じでしょ。いやだからすごいやっぱ大きかったのが、名田早々に出会った時が一番、うん、大きかったですね。だから本当に今でも言うんですけども、この曲に出会わなかったら今の私はないさねって言いながらいつも歌わせてもらうんですけど、うん、本当にまあいい曲に出会えてよかったなって。いやまた歌声がね、はい、いいからね、ふっと癒されますよ。ああ嬉しいです、本当に。名田早々の出会いのきっかけなどちょっと後ほどお伺いします、はい、もうすぐですね、当店の目玉モノマネショーが始まります。お、はいはい、今日はですね、はい、あの神奈月という、はいはい、もう神奈月ももうフル株に入ってきたんですけど前は若手って言ったんだけど結構年いってるんですよ。だからもう今フル株に入ってきて、はい、もう今日もまたねちょっと新しい中でなんか頑張ってくれると思う。はい、ではステージにご注目ください。ベビーコロッケ千夜一夜モノマネショータイム。今夜のパフォーマーはモノマネ界の爆笑王神奈月です。どうぞ。ヤクミツルです、なぜ私がこの格好をしているかというとコロッケさんのね息子さんが各界に入られたということで、あどうもう今日はですね、だからあのもっともっとこう相撲界を盛り上げていかないとダメということで、力士以外のところでですよ、いろんなこう有名人の方にやってもらった方がいいと思うんですよ。お、例えばですよ、お行司を行司さんなんて、まあ僕が一番呼びやすいのは石原良純さんですよ良純さんに行司をやってもらうと、山ちゃん東豊之島西遠藤、あ時間だよ早くしろよ、見張ってあっ残っちゃった西遠藤こういう業者どうですかね。コロッケさんが今一番僕の中でハマってるロングブレスダイエット、あの人ミキ涼介さん、俺行事やらせましょうよどうもミキ涼介です今日は私の考案した立ち合いをお二人にお教えしましょう。3秒で尊敬して7秒で立ち合ってくださいでは実際にやってみましょう。3秒で尊敬して立ち合いぐらいってですね。ええ。ほんで、やっぱりプロレスラー、長州さん。長州さんがこれ、行事やるんですよ。すごいことになりますよ。すごいな。東100号名人ハルマン行司さんもそうなんですけど、やっぱり審判あるじゃないですか、審判で、あのもつれ合った時あるじゃないですか、土俵際で、で行司差し違えっていうのがあるんですよ。その時に審判委員長が来るんですよ。その委員長ですね、やっぱ僕は萩原流れさんにやっぱやってほしいんですよね今の競技についてよ説明しちゃうからさ、いい？今さ東がさ勝ったって行司言ったろ、でもさよくビデオで見たらよ西が勝ってる、お前何やってんだよ行司に怒っちゃったりしてね、でやっぱり同じやっぱりスポーツ界からですね、読売巨人軍原監督がこれ審判をやったんですね。ただいまの競技についてご説明します。行司軍配は東に上がりましたが、ビデオ判定の結果、鳥谷君の打球はフェンスの上段に当たっており、エンタイトルツーベース、もう野球が気になっちゃう、やっぱりね、元力士出身のプロレスラーですよ、天竜源一郎やるとすごいですよ。すごいとこ来るね
んだよね。うちの方でやるね。何言ってるか全然わかんない。